逆にこれ糖なくて食中毒起きんだったら、なんで消費期限ある？いつでもいいね。ちょっと話聞いてなかった今。おい、もうこれ開けんなって。いやいや、じゃあどうやって開けるんですか。ハサミで切れてたの。正規さんハサミで切ってやんか。正規さん基準な、この札幌ホールって。誰が決めたの、正規さん。それでバーンって開けて、その衝撃でさ、歌詞が全部飛び散るとか、そういうこと考えなかった。だって俺、な、いやだって、それ分かるよ。バーンってやったわけですよ。俺、それを無視できるぐらいのゆっくりなスピードで開けてたから。いや、ゆっくりじゃなかった。バーンってやってたよ、すぐ。瞬間的な話。人に迷惑かかると思わなかった、それで。まあでもちょっとバーンと元近鉄のピッチャーのバーンとちょっと勝った。おいやめろ。おい落ちたよ。お母さんに言われんかった、ものを不安定なところに置くなって。それほら落ちるやん。いやいやいや、だって意図的にだって震度2だから。俺は今その少ししか言わせないけど。いやそれ結構や、結構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 じゃあ俺もそれマスオ TV でーす。というわけで今回はこちらのホテルにやってきてます。はい、ルークプラザホテルだよ。どうも、クロです。念願です。シマヨルです、今回はですね、僕たちの、新しいニューシングル、風と共に立ちちゃ何それが発売されます。というわけで、今日も一日元気でいきましょう。というわけで、僕たちじゃんけんやっていきましょう。最初はチキチキじゃんけんチョキー。勝ったかな。今日も良い一日を。いってらっしゃい。ういういうい。行こうか。冷静に戻るな。